新シン何もあえたり添えたりしていない。一応このままでも、新シンという料理であるが、あえ物にしたり何か添えたりしたものも、新シンという料理である。昔ながらのスタイルで新シンを食うハーリングは、オランダなどで食されるシンを軽く塩漬け、発酵させた料理。元気からすれば、西ゲルマンゴ群に見られる、二神族の魚を意味する語のカナ音社と言える。 とはいえ、日本で外来語として通用しているわけではなく、新日清、新日清と意訳されもするオランダ発祥の塩漬け魚料理の一種である。大西洋日清の若菜を生の状態でマリネにした料理であるところのハランズヌアを指す。逆を言えば、ハーリングという単語一つで料理名を指すのは日本語だけである。なお、かかる食文化が定着している地域では、 それぞれフラマン語でマティシェアリングもしくはマチス、ドイツ語でマティアス、英語でサウストヘリング、サウズドハーリング、ゲニー、塩漬けハーリングもしくはマティアスヘリングという。この料理には、ニシンを焼いたり、フライにしたりした後にマリネにしたものもある。通常は冷やした状態で提供される。マリネの漬け汁は、食酢、リンゴ酒、ワイン、または紅茶、ハーブ。 スパイスやニンニクから作られている。オランダ、ドイツ、スウェーデンでは少し塩を効かせて発酵させたものが多く、イギリスやカナダではロールキャベツのように巻いた形のロールモップスで売られることもある。日本ではオランダの露店で売られている生のニシン料理がよく知られている。このニシンの調理法は中世のオランダで生み出された。 ニシン漁が解禁される5月末から6月初めにかけて、デンマークからノルウェーの沖の北海で取れたものが使われる。なぜなら、この頃の大西洋ニシンは、魚卵や白子がまだ発達せず、油が乗っているからである。オランダでは、夏の風物詩のように食べられており、スヘフェ人間の旗の日のように、新ニシンを味わう祭事が開かれる地域もある。玉ねぎが付きもので、 切り方や食べ方に地域差がある。ハーグやスヘフェ人間周辺では、尾を指でつまんで持ち上げて、丸ごと一匹を食べるスタイルが好まれる。アムステルダムなどでは、一口大に切って爪楊枝で刺して食べ、ピクルスを付け合わせる。ドイツより、オランダの方が、薄塩のマイルドな味付けである。また、ドイツの基準では寄生虫対策として、酢漬けにする前に、 氷点下摂氏45度以下にする必要性がある。ありがとうございます。